第1弾は自転車対決、そして第2弾はオートレース競争車 VS 芸人対決が行われます。さあ、アリスさんも登場してまいりました。ここからは岸田さんの実況でお送りしていきたいと思います。さあ、走路内には第1ラウンド自転車対決に出場する選手が姿を見せてまいりました。それでは選手をご紹介してまいりましょう。ハンデゼロは折りたたみ自転車で戦います。4代目浜松オートレースヴィーナス、アーリサ。ハンデ20は婦人用自転車、いわゆるママチャリで戦います。オートレーサー代表、岡谷美雪。そしてハンデ40、そしてハンデ50です。市販のロード用の自転車で戦います。オートレーサー代表、鈴木弘和。そしてハンデ80です。競争用の自転車、ピストレーサーで戦います。競輪代表は下岡優輝。アリサは折りたたみ自転車から市販の自転車に乗り換えて今日はレースを行います。岡谷美雪選手は浜松の32期、6人しかいない女性オートレーサーの一人です。鈴木弘和選手も浜松の32期、現在2級者ながらスタート選手抜群のセンスです。そして競輪代表の下岡優輝選手は愛知の105期、陸上の10種競技から競輪界へ、おとといの四日市競輪でデビュー初優勝を飾り、今後が期待されます。豊橋の期待のホープです。そして4代目浜松オートレースヴィーナス、アリサちゃんは昨年のリベンジに燃えます。さあ、自転車対決、まもなくスタートです。どうぞ皆様、走路内にご注目いただきたいと思います。さあ、競輪ではおなじみのファンファーレが鳴りまして、時計が回ります。グリーンランプが全て消えますとスタート5秒前です。さあ皆様、スタートからご注目いただきましょう。自転車対決です。スタート。さあ、まずアリサが漕いでいきますが、後ろからさあショートカットで鈴木弘和がショートカット、そして岡谷美雪をかわして鈴木弘和が2番手、鈴木弘和が後ろを見ながら、後ろからさあ下岡やってきた、下岡が一気にかわして先頭で五輪、2番手が鈴木弘和、そして3番手アリサ、4番手が岡谷美雪です。ハンデ80もなんのその、おとといの四日市優勝の勢いそのままに、見事に下岡優輝、この自転車対決レースを制しております。自転車対決、勝者下岡優輝。以上、第一ラウンド自転車対決でした。オートレースバーサス競輪の第1弾自転車対決が終了いたしました。ハンデ80メートルから追い上げてきたのは下岡優輝選手でした。第4レースのオ